保持しておくような機能がちょっと落ちてくるんですね。だからですね、目がぐるぐる回るんじゃなくてですね、何にもしなくてもこうフラフラしてる場合があるんですね。それとかまっすぐ歩かせようとするとこうずれていくっていうこともあるんですね。でこれをするにはですね、こう右と左のバランスが取れてないんですよ、うまく。でこの場合はめまいじゃなくて自然にそっちに動いてるんです。それは難しい話じゃないんです。はい、じゃあちょっと全員立ってみましょうか。ちょっと立ってみてください。自分のマス目、このマス目、お好きなところに入ってください。一つマス目に、で手触らないでくださいね。でこのまんまどうするかっていうと、目つぶって足踏みするんです。でバランスが取れてる人は何回足踏みしても同じところにいます。でもバランスが崩れてるとぐるぐる回ってしまう人もいます。あんまり隣と近くといけないから少し離れてですね、いいです。で物に触ったまんま足踏みしたらダメですよ。でもし倒れそうだったら目開けてくださいね。はい、目つぶってください。はいはい、はい、足踏みしてください。はい、1212、どっかにひっくり返ることはないですから、目つぶってしっかり足踏みしてください。で自分の立てた位置っていうのを覚えてるでしょ。でしっかり、はい、足踏みしていいですか。まあこのぐらいで、はい、止まってみてください。はい、目開けてください。どっち向いてます？まっすぐ同じとこ向いてますか？右向いて、こっち向いてたりするでしょ。で今もう短い時間だから体こっち向いたり向こう向いたり、下手するとぐる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 回ってしまう人もいるんですね。はい、腰掛けていいですよ。